東京大学大気海洋研究所は、東京大学の淵研究所であり、気候システム及び海洋学を地球表層圏の観点で捉え基礎研究を推進することを目的とする研究所である。2010年4月1日に、東京大学海洋研究所と、東京大学気候システム研究センターを統合して、設立された。共同利用、共同研究拠点に指定されている。 学術研究船白鵬丸、丹性丸を保有していた。岩手県大土町に付属国際沿岸海洋研究センターを設置している。東京大学大学院として大学院生を受け入れている。大気海洋研究所は2010年4月に海洋研究所と気候システム研究センターが統合し本省、柏キャンパスに移転してできた研究所である。 海洋と大気の基礎的研究を推進するとともに、地球表層圏に関する科学の進化を通じた社会貢献を目指している。3つの研究系及び研究連携領域、4つの研究センターに分かれ、共同利用、共同研究拠点であるとともに、研究船や岩手県大土キャンパスの陸上研究施設などを通じて、気候の数値モデル等を国内外に提供し、 共同研究を推進している国際沿岸海洋研究センターが所在する岩手県大津町の三陸沿岸域は親潮と黒潮の混合水域である生物の生産性と多様性の高い沿岸海洋研究に有利な立地条件を備えている海域であり国内最大規模の臨海施設として機能してきた東日本大震災による被害を受け 旧敷地よりも数百メートル高台の赤浜地区に2018年2月新たな研究実験棟共同研究員宿舎棟が完成。津波による生態系の破壊の実態とその再生過程の解明を中心課題とする研究活動は震災前以上に活発に行われている。東北地方太平洋沖地震に伴う津波で甚大な被害を負った。 国際沿岸海洋研究センター3月15日アメリカ軍のヘリコプターより空撮大気海洋研究所は全身の海洋研究所気候システム研究センターと同様に東京大学大学院の教育機関として大学院生と研究者の人材育成を担当している現在も各研究部門及び研究センターの各分野で学生の募集を行っている 大気海洋研究所が受け持っている大学院の専攻の一覧は次の通りである。中野キャンパスに所在した東京大学海洋研究所。建物は2012年に解体された。東京大学海洋研究所は東京大学の縁研究所の一つであり、全国共同利用研究所として設置されていた。海洋学に関する研究が行われていた。 海洋研究所は6研究部門16分野に加え、3つの付属施設2つの学術研究船を有していた。また、気候システム研究センターは2研究部門6分野で構成されていた。気候システム研究センターの各研究部門は、主に大気海洋研究所の気候システム研究系へ受け継がれている。東京大学気候システム研究センターは、 東京大学の全学センターの一つであり、全国共同利用施設として設置されていた、気候システムに関する研究が行われていた。ありがとうございます。